まあ、中には入れないんですけども博多総合車両所で、その横にあるのが新幹線の車両基地でございます。岡山新幹線運転所構内で入れ替え作業中の車両が車止めを突破し構内を通る市道にはみ出して停車。40メートルの爆走だったと。車輪の跡が見えると思うんですよね。で、えぐれた部分はセメントで、はい、というわけでね、今日は岡山市内のこのケーズ電機の裏に来てます。で、この上に山陽新幹線が走ってるんですけども、今日はね、岡山の新幹線の車両基地に行ってみようかなと思います。北中瀬本町っていう場所です。まあ、中には入れないんですけども、博多総合車両所。こんな感じなんね。見学とかもね、ちょっと難しそうな感じでございますけど、まあ外側だけでもまあいいのかなと思います。結構ね、外側でも撮り鉄がねいたりします。で、この前には高校が、高校かなこれ、大安寺高校が、大安寺中等教育学校っていうところです。高校じゃなかったですね。で、その横にあるのが新幹線の車両基地でございます。こんな感じで車両を見ることができるという場所です。ちょっとね、この車両基地の、入り口というか、奥の方まで、奥というかこっちからもっと東の方に行ってみましょう。岡山駅寄りに、駅寄りの方まで歩いていこうかなと思います。これは何ですかね、このトラックは。はい、だいぶ進んできました。まあでもこの辺ね、本当に工場というかね、なんだろうな、もう町工場みたいなのがねすごい多いんですよね。ちょっとした機械の部品を作ったりとか、なのでなんか昔からやっぱそういう部品とか機械とかで栄えていたエリアなんでしょうかね。時刻は12時45分。お昼休憩終わりいうことですね。ここからちょっと道が曲がってますね。ここはどこ行くんだろう。
JR の普通の操車場が見えますね。でその下に地下道があります。すごい数のこの国鉄時代からのね車両が置いてあります。すごいね。ちょうどね岡山ドームの斜め横になります。政治関係の施設でございます。ちょっとこっから普通の一般的な道に移るということですね。痕跡あるかな。これかな。ちょっと分かりにくい。これね、山陽新幹線のね、車止めがこうあるんですけど、岡山新幹線運転所構内で。入れ替え作業中の車両が車止めを突破し構内を通る市道にはみ出し停車、40メートルの爆走だったということが書いてます。でその現場がねここなんですよね。もともとあったなんか線路がここにあってっていうわけじゃなくて、ここに今ちょっとなんか不自然というか、まあ、踏切でもあったのかなとか線路でもあったのかなっていうような、なんだろう、車輪の跡が見えると思うんですよね。でえぐれた部分はセメントで塗り替えたみたいなね、塗り替えとかもセメントで埋めたということで、ちょうどこの下までねおそらくズドンと下落ちて、そこから40メートルほど進んだんですね。で市道に出てきたということなので、まあ、運が悪ければ車に当たってたかもしれないという、このちょっとすごいあんま知ってる人いないのかもしれないですけど、そういうことがここでありました。これが本当に新幹線の跡です。まあ、どう見てもね線路がここまで引いてあったってわけじゃないですよ。この段差がやっぱあるし、ね、何か通った跡じゃないのかっていうのが分かります。居眠り運転です。ちょうどね新幹線が、入れ替えのためにこっち入ってきてます。まあ、ゆっくりねてるんですけど、爆走だったらしいですね。
はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。なんかいろんなね、車両を見ることができました。工事車両からこのね、新幹線、まあ、いろんな歴史が集まってんだなという感じで歩いてきましたけど、まあ、特に子供さんとかね、すごいはしゃぎたくなるような場所なのかなって思います。まあ、ただちょっと交通量がね多いので、まあ、その辺ちょっと十分気をつけて、まあ、夜行ダスキしてた方がいいのかなっていうちょっと思ったりね。いや、今日は本当にいい旅でございました。いい運動になりますね。これだいたい30分ぐらいですね。ゆっくり見て、ぜひ興味ある方はね、行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。